はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もやってまいりましょう。タイム。バイオヘルズ。あ、しゃがんじゃうのかよ。はい。とね、前回城に侵入をしたところでね、だいたいスタートで噛むっていうのも定番になってきましたね。Follow me. なんかすごい角度を見てるな。はい。ということで、今、チャプター3の1の、ね、続きなんですが、とりあえずね、今から、なんか目がね、串刺しになってる男をね、逆にこうね、突き突きしちゃおうっていう話になっていきます。で、ここまでチャプターくぐり抜けましたら、終わりたいと思うんですけども、そりゃそうだ。そりゃそうだ。終わりのないゲームがあるかっていう話だ。で、今は、もう一回何やってるかって、ロケラン、まあ、走る狂気になりつつ、シカゴタイプライターを狙っていくって、まあ、そんな感じですね。はい。ということで、はい、カリスマを落とすカリスマ。落ちたカリスマ。うん。皆さんの目には見えてないけど、踏みつけられている。だからね、絵落としたときにおかしいんだけど、あの角度で落としたにもかかわらず、なぜかね、絵が上向いてるっていう、なんか変な話だよね。ここから落ち込んだ、多分もうガラドールはもうこっぱ道になってると思うんですけど、とりあえずおっぱいちゃんここで待機しといて。はい。で、まあ、なんでもいいか。まあ、いつも通りの雑談でもね、ほら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 、ファ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 言ってるんだよね。それ、おばあちゃん、それファファってなんで、あ、それらのところは意味だね。誰、誰、誰、うがははは。何の話やっちゅうんな。で、正常ですよ。いつも通りの正常運転でございますね。特にラリったりとかしてませんからね。はい、私、いつも通り生きていますんで、はい、ご安心くださいませ。はい。ということ、全然コッパ道になってなかったね。ういーういーういーどーおやすみなさー。最近ね、ちょっとね、うー、ジュク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 してる。あれ、脊髄なのかな？脊髄に直接あれなのかな？てか、弱点を隠しとけよって話だよね。まあ、そんな話はいいとして、こっからがね、そのね、めんどくさいんだよね。ロケランがあるから大して難しいあれとかはないんだけど、いろんなところからほぼが敵が出てくる。あと、未だにね、こいつらがどういう位置づけでこう敵がパン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 出てくるのか、あんまり期待できないって話なんで、まあ、それはいいと。ガッツポーズしたな、シュリー。最近休日に、まとめて見ることは難しいんですけど、映画をチラチラ見るっていうのがね、最近、まあ、流行りというか、やっぱね、映画っていいよね。最近見たな。下手くそつだ。まあ、ちょっとこれやり直し。そう、これができるのが、ね、素晴らしいんですよ。これで全員死ぬ。うわ、めっちゃ重くなったな、一瞬で。最近見た中で言ったらね、最高の人生の作り方。作り方なんかジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンが出てるやつと、あとね、マイ・インターンってやつかなみたいな。マイ・インターンもね、ロバート・デ・ニーロだったって知らなかった。ロバート・デ・ニーロってあんなに顔だったっけと思ってね。ロバート・デ・ニーロって、今、もうあんま見なくなったけど、インスタント・ジョーソンの人がね、お疲れちゃーんの人がやってるなんかイメージがあるからさ、なんかあんな風に目が細いのかなと思ったら、そうでもなかった。アン・ハサウェイはでも美人だね。2015年のあの頃が34、5歳か？めっちゃ美人だね、本当に。もっと若い、もうちょっと若かったけど、バリキャリで社長やっててさ、すごいよね。設定上の問題だと思ってさ、アンハセ、あんな美人でさ、あんなプロポーションだったらね、まあ、どうなんだろうな、やっぱりな、そういう美人の人を手に入れたとって、やっぱり人って、その心も体もさ、癒しってことなくなるもんだもん。うい、あべ。あ、いる？あ、いないか。あと最近、3巻までしか読めないからな、これを買おうかどうかめっちゃ迷ってるんだけどさ、最近の若いもんはだっけ、石沢課長が出てくるやつね、麦田ちゃん、主人公さ、たく最近の若いもんは、って、あんな上司最高だよねって思うよね。僕なんか自分が問題やらかしたときに相談を乗ってくれるけど、後の処理は自分でやってねっていうような、そういう会社だから。だってさ、社長ですらさ、お前詐欺行為働いたんだな、うんねんとかって言ってくるような会社だからね。
まあ大抵はね、それはね、自分の身が可愛いのが人の常ですからね。それで言ったらさ、4月の終わりくらいだけどさ、あのセブンイレブンのスイーツの時の話は良かったよ。ちょっと上司の赤松さんだったっけ、あのね、あの品を出す時にさ、そのなんだっけ、あの人、土屋さんだったっけ、なんかちょっとチーズケーキへの思いが強すぎて、そのそんなのはどうでもいいから冷静に味を判断するようにしていかなきゃいけないでしょみたいなことを話をされてて、あ、そう、その通りなんだなと思って、いや、その、なんだろうな、こういうとすごい僕嫌なやつに取るかもしれないけど、その思いが強いか思いが強くないかとかって、ぶっちゃけそんなのどうでもよくて、結果はその料理を出すんだったら、その料理がうまいかまずいかだし、あの、僕みたいにそのシステムとかを売ってる会社とかだったら、僕システムとかコンサルとかしてる会社だったら、それが業績とかに直結するかどうかなんですよ。ね、いや、この商品がいっちゃうんですよっていうね、その感情的な話だとどうでもよくて、結果が全てだから、そこに直結しないんだったら、使う意味とか全くないし、で、そこでその実際にチーズケーキを作られている方っていうのが、あのチーズケーキラブっていう人で、めちゃくちゃそのチーズケーキ、しげなんとかちょっとすみませんしちゃったなっていう方がね、すごいちょっと感情的にやりすぎちゃって、でそこをあの私です、赤松さんが上司として最終責任を負っていますので、あのまあ、あまりにもちょっと行き過ぎないようにっていうところをまあセーブかけつつ、で、あのそこに関しては、あの私は責任を持っていますので、そこも加味して、ぜひこの商品が合格か不合格かっていうところをご判断くださいみたいなね、っていう話をして、まあ、あのトレンドとか見てないけど、多分あの赤松とか、ツイッターとかに流れてたんじゃないかなって、個人的には思うけどね、家ではそれの話にちょっと盛り上がってた。こんな上司会社にいないよね、うーみたいなね、そんな話をねしたりしてたんでね。ということで、早速ね、これでもむずいよね、いけるのかな、これなんか嫌な予感する、あ、やっぱりなるほど、了解、直接ぶち込んだらダメということですね。後ろから倒れてるから、後ろからちょっとハメハメしたくなっちゃうかもしれないけど、皆さんその気持ちは抑えて、僕もコーヒーを飲んでカフェインを浴びる、カフェインを摂取して落ち着いて、まあね、結局誰が誰を守ってやるかっていう話っていうのはすごい重要になってくると思うんですよね。それがやっぱできないんだったらね、あの人の上に立つなって思うんですよ。だから結局その親は子供を守らなきゃいけないし、上司は部下を守らなきゃいけないし、それってすごい大事だと思うんですね。それができないんだったらやっぱり親になるべきじゃないし、上司になるべきじゃないですよね。だってあの親はさ、その子供が望んでさ、あの生まれたわけじゃないじゃないですか。親が望んで子供を作ったわけでしょ。で一方で、あのまあ部下はさ、ある上司はさ、別にその部下が欲しくて上司になったわけじゃないけど、その分のさ、お給料とかさ、立場とかっていうのを任されてるわけですから、やっぱそこに対しての責任っていうのはしっかりと担えるようにしておかなきゃいけないよねっていう話だよね。いい、OK、でこれで反対側はいいな、あ、こっちに来てくれ、お疲れ様でした。まあ、よくそのね、あのその分の給料をもらってんだからうんぬんかんぬんって話はあるけど、そうなんだよね、お金という対価でさ、もらっているわけだから、あーやべ、あーやばいかもしれない、これちょっと、あーやばいやばい、どうしよう、ちょっと離れたところで、 OK、 なぜか敵は食らうけどアシュリーは食らわないっていうね。そう、じゃあね、部下持つからこれだけの責任任せますとかさ、なんか部下持つからこういうことできるにして差し上げますみたいな、そういう話があったとしてもさ、あんま喜ばないじゃん。だからその生活がより豊かになるようにっていう意味でお金っていう対価をさ、もらってるわけだから、そこはね、やっぱり上司の人としてはね、責任を持つべきじゃないかなと思ったりします、ね、こういう感じですかね。
てヤシリちゃんが呼んでますんで、スカートじゃないからねこの瞬間全然美味しくないんだよね。まあおへそでもクリクリできたら楽しいんだろうけど。あ、ちょっとアイテム時間経ちすぎて消えちゃった。はい、ということで、ね、無事に、まあ、あの2チャプターでだいたい25分くらいか、まあ、ちょっと1チャプター20分以内に抑えられるようにしていきたいっていうところがあったんで、画質の問題も出てくるんでね、まあ、ちょうど良かったんじゃないかなと思いますね。今でちょうど10分過ぎたところだからね。え、来てなかったの？早くおいでよ。来た来た。じゃあ、行きましょう。ということで、アシュリシャ、吐血タイムになりますんで、その前に、はい。これ、ちょっと待って、これで、死んでないよね。大丈夫でね。あーって聞こえてこないもんね。時々ね、意図せずね、武器商人をぶち殺しちゃうっていう時があるから、そこ注意しなきゃいけないんだよね。OK。さて、次回、ムシムシちゃんか。ムシムシちゃん、あれなんだよね、機動力が高いからさ、意外とね、ロケラン構えてる間にやられちゃうっていうこともあったりするから、そこ注意しなきゃいけないね。はい。ということで、今からアシュリーを縛り付ける SM プレイが始まるというところなんで、皆さん、ね、こうご期待というところで、どうしようか。ちょっとアイテム整備させてもらおうか。今でいくら ?40 万くらいする。ああ、40万いけたら、ね、ここからまたアイテムいろいろと手に入るので、そこら辺整理しようかなと思いますからね。45万。ようやく半分ってことか。チャプター4の1くらいで手に入るかな。問題はね、3の4で、アシュリーがね、こう、そう、これでがんじがらみになってるときに、シカゴタイプライターじゃないと破壊できないですよ。ロケランでやったら、全部、留め具を破壊したと同時にアシュリーも死んじゃうっていうね話になるから、それまでに手に入れればいいんだけど、あかんかった時はまあ一応安いハンダフォンかなんかでも買いましょうかね。明らかにこう罠って分かるやつだよね、アシュリー。じゃさあ MRI とかでもあったけどさ、かゆいとこかけないっていうのが一番の苦痛かもしれない、あれで縛る。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたら嬉しいです。命中率は0です。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。